それではやっていきたいと思います。小池一家拡大、勢力拡大の道。お控えなすってカカン。へい会長、ダダ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 ダ、掃除が起きることね。薬剤一家になってしまったこの小池くん、覚醒者小池ね、やっていきたいと思います。覚醒剤小池頑張ります。まあ犯罪への道に辿ってるんですけど。一応プロ野球選手としての側面こんな感じですね。特殊能力がもうあの溢れ返って、ここの画面では見えないぐらい強くなっておりますこの小池くん。一応プロ野球の来る資金をね元手にですね、小池一家をどんどん勢力拡大していきたいというのがですね今回の目標でございます。まずあの組員募集中と、あと収入募集中ですね。街に出かけて誰かいないか探していきましょう。みかじめ取っていこうぜ、商店街で。商店街でみかじめ料取っていくか。さあどうしてやろうか。まあやっぱりね、ダーツハウスとか雀荘とか不動産屋は大体あのね、まあ、裏でありますからね。雀荘のやつらちゃんとね、あのみかじめ料もらわないといけないですね。雀荘ね、そうだな。いや入れねえのか。気まずくて入れないっていうね。ブラブラ歩いたろ。あんまブラブラ歩くとあの違う組のもんからやられますよ。ほらこうやってさ、握手してくださいってプスって刺されちゃうからね。まあ、狙われてんだこいつ。まだ悪行ほぼやってないのに。副組長副組長副組長だってよこいつ。副組長とかあんの？副組長なんて聞いたことねえよ。副長？はい、小池くんあの風貌もちょっとね変えてきました。それなりにねヤクザもんとして舐められないような風貌に変えてきました。絶対にあの態度だけは一丁前だけどあれで、あの心の中だと小心者だと思う。じゃあちょっとゴルフのコンペに向けてね、ヤクザコンペに向けてね、やってそう超招待プレイされそう。招待プレイでな、招待プレイ絶対プレイ。この人たち反社のつながりを持ちます。今はい、トングーさん反社とつながりあります。あの来年逮捕されてますかこの辺。プレー球界を巻き込んだ反社のつながりを増やしていきます。これダメだね。じゃあこれあれだよ、あのそのこいつの詳細を正体を探れなかったプロ野球連盟も結構罪に問われちゃうよ。そうだね、だって映しちゃったわけだからね、テレビに。札幌ドームです。さあ、日本ハムファイターズ所属小池くん、日本ハムファイターズのメンバーはどうなっているのか。あんだけなんかゴロオラ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 ってヤクザおヤクザだっつって、お前その地域北海道かいって感じだけどね。北海道ってヤクザの人多いんですかね。どうなんですか。まああの土地広いからね、いるんじゃないんでしょうか。なんか福岡とかね、そっちの方の九州とかはさすごいよね。確かね、九州もすごいし、広島もありそうだよね。東京もありそう、あるよね、もちろん。夢は新宿歌舞伎町に行くことでしょ小池。北海道ってどうなん。おっと405ホームレーダーはあと3本ですよ小池。そういえば脳内監督忘れてた。これ脳内監督の影響ですか。うん、脳内監督の影響でこうなっちゃったのかもね。なんかすまん。うおー、やたりすげーうまい。やたりすんじゃん。会長とは思えねえ。極道やってます。どうも。そうだな、盗塁してフォード君見ようじゃないか。誰だフォード君、見ないのベンチ。あ、見よう、見ないと忘れた。絶対にあのメガネ邪魔だと思う。先ほどのプレーです。なんか小池選手10年後にすごい雰囲気変わっちゃったんだよねっていう。いるかな今のところヤクザっぽいプロ野球選手って。田中翔とか三浦番長とか。そうかな。名前だけめっちゃ点取られてるじゃないですか。最低じゃねえや。みんなのね、どんな風になってるか。新人ですか。いや違いますね、12年目。あ、堀さんが強くなってる。強くなってる。59キロってすげえな。やばっ。あ、北山さん、守護神の北山。みんな球速が速くなってんね、やっぱり。ん、コビー。いや、コビーちゃう。能力覚醒してる。お、能力覚醒して。そんなのあるの。スタミナしか上がんないんかい。あ、栗林さんいるやん。もう下がっちゃうんだ。清宮さんの能力はもう下がり始めてますね。何歳なんですか。パワー上がってんね。よ、31。ほぼ同じだよ。あんまり獲得しないね、野手。そうだね。神？神順。神順。神順。神順ってすごい名前やな。衣笠さん、天性 OB ですね。天性 OB。印欲しい。松本さんも能力ほぼほぼ下がってるね。あらららら。いくつよ。37歳。いや、もうそろそろですよ。プロ20年目。浅間さん、いや、なんかあんまりメンバー変わってないような気がするわ。監督ビッグボスなんかね。いや変わった。あ、変わってた。ちょうどビッグボス、あ、まだビッグボスなんやーって声が来て、その年に終わった。あら、じゃあ脳内監督お願いします。
まあ、7対0？ 7対0ってちょっとね、筋 通らないんじゃないですか。やっぱ筋通さないといけないですか、こいつは。ここはチェンコ詰める覚悟を決めてホームラン一発狙いましょうや。おい、控えなすって。あーっ、ごめん、俺ヤクザの関係、あの龍が如くぐらいしかわからないんで。投げました。アウトレイジとか見なかったの？アウトレイジ見てないわ。あのビートたけしのやつでしょ。そう、なんかあれ、なんか妙に迫力があって怖くて見れなかった。昔だしね。投げた。アウト。エンコ詰める覚悟ありんすか。第5球、そんなの怖くてできない。アウト。指出せ。怖。指出せ。あんなグラサン作りながら野球やる見たことねえな。お、いやー、もうこの試合は捨てよう。ホームラン、じゃあ記録狙っていいですか。ああ、狙おう狙おう、ホームラン狙おう。いやー、すげえ、お前背番号が53番だってよ。社会のゴミだってよ。このボールも空振り。反射だからって。反射。第3球を投げた。いや、バット折れた。いや、ボール球振らされていく。おお、肩、え、肩いっちゃった。記録はピッチャー。おお、違う、普通のあれか。大丈夫。さあ、この10点を巻き返せるか。フォードよ。今日本ハム工場のところのね、地下にね、あの設立しますから。闇の組織を。闇の組織。でも日本ハム工場の下ってことは、ちゃんと営業するってこと、なんか販売するの？あ、下は違うの？下はなんか工場とか、なんか違うやつに来てる。白い粉ですかね。主に澱粉あたりを。白粉。だ、上だけは、上向きは、表向きはなんかこう。ちゃんとした工場。大丈夫それ、ハムにあの香りつかない？白い粉の。それなんかハム食べた人気持ちよくなってしまいますとか。フレーム来そうだよそれ。そこら辺はちょっとちゃんとやってます。投げました。空振り三振。何やっとんねー。ノーアウト1、2塁で。とりあえず北海道にね、あのキャバクラパブ、あー、確かにその辺そんな感じやね。もう第2のあたりは確かにいそうだわ、ヤクザ。第2の新宿を作ります。歌舞伎町を作ります。ボールを取る。1塁送球アウト。名前はカムロ町にしとくか。で、なんでこれ0点なの？ヤクザって俺意味は、意味をなんでヤク、なんでヤクザっていうか知られるんだけど、ヤクザって漢字あるの？ヤクザって。あ、もうやった！ほんと打てない。ないんじゃない？ないんだ。通称じゃないの？何から来てんだろうね、語源ってなんだろう。何もわかんないんだけど俺、あの文字から。そこまでは俺もわかんない。ちょっと調べてみてください。絶対あると思うんだけど。なんヤクザの語源なんて知らない。やってる時に。ああ、なるほど。ヤクザの語源はめくりかれたの意思である3枚という株。株バクチに由来する説があるという。株バクめくりかれたってわからないんですか。全然わかんない。結構難しいことだったな。歌舞伎役者とかで呼ばれる歌舞伎者とか役者とか、役者がなまってヤクザになったのかな。では改めてリプレイを。おー、そうなんだ。なんかそういう感じなんだ。当て字とかがあってそっちなのかと思いました。もう少し分かりやすい回答かと思いました。失礼しました。はい、僕の語源知れません。こいつはいつからこんなことになってしまったんでしょうか。とりあえず家に帰ったらクリカラモンモンつけましょう。何に、クリクリモンモン。クリカラモンモンっていう、あの、まあ、ヤクザのゲームとかあるやつなの。うん、胴体にすげえ入れ墨やるやつ。クリクリモンモン。クリカラモンモン。ホームラン打てねえな、さっきから。でもなんかホームランはなんかもう岩尾と小池のお家芸みたいになっちゃったんだよな。もうあいつらの方が打ちやすいんだよな。ミートがあんだけ強くなるや。岩尾と小池のさ、お前だよ。あ、岩尾と大井の会長。会長会長ボケ。会長ボケがそろそろ引退かな。さあ、福岡ということでね、あの敵対勢力があるんじゃないですか。敵対勢力丸々組があるんじゃないですかね。あんま会長がそういうとこに出向かえちゃダメなんじゃないの。会長であり鉄砲玉。すげえ勇気あるじゃん。それは誰かついてくるわ。みんなどこ行こうかな。まずじゃあ病院に行って、あの保険金詐欺にしっかり、保険金詐欺のね、やってくれるお医者さんとつながりたいと思います。ね、あ、ほら、ね、病院もね、金さえ詰めばさ、銃弾とか撃たれても裏口のなんか入院できるから。はい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 、はい、お、実は入院してる子供に小池選手のファンの子がいるんだ。やばい、現実分からしたよ。大丈夫、小指は隠していけよ。お前、小指ちゃんと隠していけよ。お前、小指とかいう概念まずないんだっけ。そういえば、あ、まあ、指詰めたら、お前詰めるときに手首そのままいかれるやつ、削られるね。後ろの病院結構怖くない？結構怖くない？あのヤクザとかなんとか言ってるからさ、ホラーとかそういう本出てくるさ。いやいや、さすがに大丈夫だけど怖くない？結構後ろの病院誰かいるらしい。ここに今日もまた一人、また一人と勧誘していく。おお、さっきのフォードじゃん。フォード、次のバッターフォードだ。あ、いいね、フォードに。そう、フォード衰退中のフォードにね、新しい資金繰りのやり方ってものを教えてやろう。
もうそろそろマンプロ野球選手引退やろうと。でも実際問題マジでこんな何億円も持ってるさプロ野球選手いたらさ裏の人たち声かけてくるんだろうね。まああるんじゃない、まあ、だからこそそういうさほらもう娯楽とかで負けちゃってさ薬物やっちゃう人とかもいるじゃない。まあそうだね、そういうやからですか、金を持ってこっちでね、金がないのもダメです。それに裏カジノみたいなところとかも、ね、あやってるね、まあ、あるんだろうから ね、 ね、小池は開く側です。小池は開く側開く側です。小池は小池、あもう完全にあの三河もうあのみんなのあのあれパイプになってるんだ。そうですね、プロ野球選手と裏のつながりの、よくないね。後ろの観覧車なんてもう小池のものになってるからね、いつの間にか。ごめんなさい、怪我したらぜひ小池病院へ。あフォード、裏のつながり、裏のつながり。小池くんね、実はね、まあ、テレビにも出演できない、これ裸になるやつだから。あ入れ墨入ってんのこいつ、わお、何の入れ墨入ってんの。歌舞伎だよね、やっぱり歌舞伎。そう、あの、仁王とか、仁王仁王仁王像とか、うーわー、つわつわと守りってやつですか。さあ、そろそろホームランと2本決めちゃってくださいよ。なしという場面で小池やっぱ一撃欲しいっすよ。もうヤクザモの話は置いといて、ここで一撃、さっきからバット折りすぎじゃないですか。やっぱり野内監督のねあれがねないからちょっと調子悪いんですよね。でもホームラン打つしかないですよね、あと2本。そうだよ、もうホームラン打つしかない。じゃあ俺が次の狙う変化球を教えよう。まず負けてるけど、まあここで逆転の一手だよね。ここはね、あやべ何投げるか分かんねえ。でもさっき下方向投げたよね、下方向のちょっと緩い球があったよね、それ狙おう。それはやめよう、パーカーブはダメだよ、パーカーブ。チェンジアップってこと。チェンジアップだったっけ。第3球を投げました。外角高め、今どこ来ない、不安です。野内監督、来る来る来る、次が4球目、投げました、来る、4球目、待ってろ、待ちます。全部カットしろ、それ以外は。第5球投げました、打った、来ねえじゃねえかー。掴んでこれで3アウトになります。まずいな、今日の動画であと2本打てるかな。ファイターズ、お逆転できそう、できた、う同点。教えて野内監督、教えて野内監督。おー、狙い球は何ですか。左ピッチャーのスライダーで打ちにくいよね。スラブはまず無理だと思うし、まあこれは入ってくるスクリューだろうね、シンカーみたいな感じで。第9スクリュー1点張りでいきますよ。じゃあスクリュー1点張り、めちゃくちゃ引っ張りだ。投げた、野内監督の指示がないと打てないよとか言って、指示したら指示しない、メリトリしないやん。だって反応しちゃうんだもん、そんなスクリュー1点張りでスクリュー打てりゃこっちは苦労しませんよ。野球のプロ野球選手もいますからね、ストレートは絶対に諦めてもスクリューしか振らんみたいなやつ。シリーさん何なのか分かんねえよ。カーブ、フォーク、チェンジアップか。フォー、チェンジアップあんま投げてこなさそうだね。フォークかな、真下方向だよね、真下方向行こう。フォークかチェンジアップか、そこだけ見極め大事。カーブです、カーブは振るな、ナックルカーブなんて打てるもんじゃねえよ。狙い球はフォーク1点バリバリバリヤード、バリバリー。あーちくしょう、もうやだー、フォークだったのに。試合終了です。なんか裏のもん裏のもんつってたらこいつ全然表で活躍しなくなっちゃったよ。資金源なんだけど表が。なんかあと1本2本っていうか今日ホームラン打ってたくね。まあさ、あと1本とか2本とか言われるとね、あのよくないんだよね、プレッシャーが。あと何本でも打っていいよとか言われると打てるんだけどね、あと2本打てよとか言われるとね、そういうプレッシャーがかかっちゃいますから。そのメガネがつけてから打ってなくね。2本としています。弾道が上がんねえなお前。いや、そのチェンジアップ狙い目よ。第3球を投げた、ヒー、弾道が上がんねえな。調子か。いや、弾道4だからね、下がってたとしても関係ないな。お、チャンス、まあ、チャンス発動してね、ミートも上がってるし、あと2本この試合決めるぞ。それマジで会心の当たりだよ、全部会心の当たり、会心の当たり、会心の当たり。フライを打つつもりで打つしかないね。グラサン外せよお前。パワーヒッターついちゃったんだっけ。ついたな確か、あるパワーヒッターあるね、あると思う、パッて書いてある。あと2本としています。投げました、2球目、相手の流し打ちっていうのもある。第3球、引っ張りや持ってんのに、金徳引っ張りや持ってんのに、そういえば持ってたな。これから4球目、いやー全部ショート。ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト、スリーアウト。なんかマジで辛いな。狙い球がよく分からんてか打ってますけどね、飛ばない、上がらない、なぜだ小池、お前の球が上がらなくなったよ。上がれ、見てえぐい方だったね。サークルチェンジ、もう一回来い、上がれ、
投げました。上がれ。引っ張りや。投げました。上がれ。いやー。フライを意識しました。落ちるんかーい。何やっとんねん。これでワンアウト。もう一回回ってくるかも。もう一回来た。フライの意識、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 フライの意識。また西口さん。投げました。フライの意識。いやー、ナックルカーブ甘いけど、でもさっきあの真ん中に来るとね、結構曲がるんだよな。投げました。フライの意識。転がしてるよ。フライの意識、フライの意識。投げた。落ちるよ。フォークかチェンジアップだよ。はい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 。インコースター。いやー、えぐいとこ投げてくんね。さあ、6球目、ランナー自動的にスタート。なんていうピッチングやこいつ。グラサー外せよ。それつけてからだよ。お、来ない。引き分けで終了です。いや、1ラウンドですけど、あの2個1打席目2打席目はちょっと打ったいで、ね、しょうがねえな。いや1日で入りませんよ。さすがにバレるよ、みんなには。つけひげってどんどん全然変わってくんじゃないですか。なんかどんどん白出てきてんですけど。楽天生命パーク、ちょっとね調子が悪いんでね、見た目ね直してきました。しっかりとした見た目にね、やっぱりあの調子が出ない時はね見た目から入るっていうね、しっかりとした見た目に変えてきました。ダン、つけひげ今日加えてますね。400号本塁打まであと2本としています。うわー、打てねー。一塁アウト。これはアウトです。あの完全に手元で狂う球に振らされている。あと2本とか関係ない、コツコツと普通に打つのよ。ほら一発持ってるし、ほら来た、ほらよいしょ。コツコツ普通に打つのよ。ほらあと1本、あと1本で花束くれるのかな。花束贈呈です。花束もらった時結構好きあるよ。大丈夫、大丈夫大丈夫。花束も交渉材料だから。花束のあの下の方にちゃんと札束入ってるから。あ、そうなの。花束じゃなく札束が。大丈夫、ここ観覧車があるよ。観覧車、観覧車から狙撃されない。ほらほら、あそこら辺よく見たら人いるんじゃない。狙われるで。あの花束やってマウンドら辺で、あ違う、いやグランドのホームベースら辺でありがとうありがとうっていうところすごい好きだからね。まだ大して悪いことしないんだけどな。小池、これ399。わしゃけー、400号ホームランです。おめでとうございます。さあどうなる。観覧車スタンバイ。やっぱヒゲが大事か、やっぱ威厳が大事だったか。小池、ね、てかヒゲも生えるよ。おー、いいね、いいね。赤い、赤いレーザーポイントが。これサムネの時にあの小池ってとこまでやんない誰かわかんねえぜ、これサムネにする時は。脳内監督よろしくお願いします。こうなったらね、やっぱ、ね、脳内監督と一緒に打率も上げていきたいです。 OK、 じゃあヒット打ちましょうか。右方向に長打を打て、レッツゴー、ドーン。僕は本当ごめんなさいね、言うことできないんですよね。早打ちマックですわ。早打ちマックって知らん。知らない。じゃあ君はちょっとジェネレーションギャップってやつやな。いや同じ年。よし、じゃあ2球待とう。何が何でも2球を待て。狙い打ちのところ打ちます。ちゃんとどこ打ちますか、ね。右下方向、外角低めだね。いやそれ言わないでいいで、もうそれ俺が考え、どこ打ちますかって違うよ。どこにポジションに打ちますかですよ。それはもうセカンドの頭越えるような流し打ちでしょうね。オッケーオッケー。投げた、見送ってストライク。セカンドの頭を狙えと脳内監督から指示がありました。だから内角が危ないじゃん、無理じゃない。投球これから4球目。内角しか来ねえじゃねえかやったよ。ごめん、あの全巻通話しちゃったから、あの全部流れてる。今楽天のスタジアム全部に流れた今俺の声が。今日はヒーローでしょ、まあ、500号本塁打達成、まあ、気をつけろ、レーザーポイントが狙ってるかもしれない。本当に今日は活躍でした。お、マルチダンゲットした、また得の増えた。高城くんを今日は勧誘する。怖いな、でも本当にさ、本当にこういうのもあると思うよね。怖いよね、お前ちょっと会ってみるかとか言ってさ、先輩のプロ野球選手に紹介されたあっちの人とかさ、怖いよ。プロ野球が怖くなってきた、だんだんプロ野球でマイライフを送るっていうことはこういうことなのね、小池くん。そういうことです。とりあえず君もう一つ特能増えたよ。マルチ弾ってお前はただの銃弾の話じゃなくて銃弾じゃ、9ミリパラメリアンパレットじゃないですか。パラメリアンパレット、